え、どこまで戻るん？ちょっとよくわからないんだけど。これまでのあらすじ。世界に平和が訪れたらつ、あと、アイナたちは神の民が変えた書物から失ったものを蘇らせる神聖な光が眠っているという塔の存在を知る。一行はベロニカを生き返らせるため、神秘の歯車を入手し、失われた時の化身が集うという塔を目指す。忘れられた塔の最上階で、アイラたちは時の流れを守る存在だという時の番人と出会う。失ったものを蘇らせる光について一行が尋ねると、時の番人はその光、時のオーブの力を使えば、この世界ごと過去に巻き戻せると話す。時のオーブの力を使えば、胎児が落ちる前に戻り、ベロニカをはじめ、あの日に失った全てを救える。だが、過去に戻れるのはアイナだけで、この世界には戻ってこられない。アイナは時の番人にそう告げられ、決断を迫られるのであった。はい、時の番人。さあ、来たよ、とこしえの神殿。さあ、行こうじゃないか。じゃ、待って、私はもう行くと決めたのよ。アイナ、お前は本当にそれでいいのか？時の番人が言ったように、過去に戻ったらもうこの世界に戻ってこられない。お前だってどうなるかわからないんだぜ。それでもお前は過去に戻るっていうのかよ。戻ります。もう私は決心を決めました。決心を決めた？おかしいかな。決心した。負けたよ。お前はおっとりしてるようで、こういう時は頑固なんだよな。もう決めたんだろ？だったらもう何も言わねえ。俺はお前の決断を信じるぜ。お前に手でもう一度世界を救うんだ。頼んだぞ、アイナ。せっかく平和になった世界をまた元に戻すのはちょっと抵抗があるけどね。頑張ろう。まあ、あの時死んだ人たちが今度は死なんようにってことよね。さあ行きなさい、アイナ。私たちはみんなあなたの意志を尊重するわ。ベロニカも生きた状態で。うん。これが真のクリアというわけだね。頑張ろう。みんな応援してね。まったく、神ちゃんたら、かっこいいこと言っちゃってさ。おかげで大事なことに気がついたわ。私の夢は、世界中の人々を笑顔にすること。過去のみんなも元気にしてあげなきゃ、フェアじゃないわよね。さあ、エナちゃん、過去に戻って、一人残らず笑顔にしてあげてきてちょうだい。それはちょっと荷が重い。勇者アイナは守りきれず、この手でウルノーガを撃てぬこと、己の無力さが嫌になる。アイナ、お前ならば、必ずや世界を救うことができるだろう。俺はお前を信じているぞ。大丈夫大丈夫。過去のグレイグには守ってもらうから。さあ行けよアイナ。お前が決めたって言うなら、俺たちはもう何も言わねえよ。お前の手でもう一度世界を救うんだ。頼んだぞアイナ。え、同じ人物ですよね。私、あなたを守ることばかり考えて、もしかするとあなた自身のこと、信じられてなかったのかもしれないわね。今こそあなたを心から信じる。真に世界を救うために、あなたに全てを託すわアイナ。ほほほ、アイナよ。なんて悲しそうな顔をしておるのじゃ。今から大きなことを成し遂げる男がそんな顔をするもんじゃない。己の信じる道を行けばいいんじゃよ。頑張ります。アイナ様のお気持ち、とてもよくわかりましたわ。それほどあなたの意志は固いんですね。アイナ様が決めたのなら、私もその意志に従いますわ。さあお通りくださいませ。じゃあ私は行ってくるね。いつもその辺歩きよる精霊のでかい番やね。気持ち悪い。覚悟を決めたのですね、アイナ。では私の知り得る限りのことをあなたにお伝えしましょう。時のオーブを壊した時、あなたが過去へ持っていけるのはおそらく、あなたの記憶ともいえる冒険の記録と、あなたがこれまでに得た戦いの経験、そして、何？時の祭壇の周りを回っている悠久の金庫の中身のみ。何が入っとん？悠久の金庫はあなたと共に時を遡ることができる世界で唯一の存在。あなたが時のオーブを壊した時、あなたたちの持ち物と袋の中身はこの悠久の金庫の中に入り、あなたのこれからの冒険に必要なものを過去へと運んでくれるでしょう。オーブと共に今装備している勇者の剣は壊れてしまうかもしれませんが、マジか。あなたはかつて勇者の剣だった魔王の剣を手に入れているはずです。魔王の剣今装備してるよ私。しばらくはそれを装備して戦うといいでしょう。さあ、私の知り得ることはここまで。過去へ旅立つ準備ができたら、時のオーブの前へどうぞ。え、悠久の金庫の中に入ってるものが、唯一一緒に過去に行けるものってことは、え、同じ時代というか、同じ時間軸じゃないの？え、この世界ごと巻き戻すんじゃなかったの？え、結局、パラレルかなんかなんすか？
時のオーブの。この階段を進むともう後戻りはできません。それでも過去に戻りますか？戻ります。本当に過去に戻りますか？めっちゃ聞いてくるには戻りますよ。お、瞬間移動。時の番人の名のもとに、あなたを過去へと導きます。あゆなよ、前へ。あゆな、みんなは、え、ちょっとどうなるんかがよくわからないんだけど、私。何？この世界の私が消えるだけってことなの？この世界的には。過去で会う俺はおそらく、以前のようにお前とは敵対する身だろう。だがしかし、お前が望んでくれるのなら、俺は再びお前に命を預けるだろう。何度だって勇者を守る盾になる。そっか、そこまで戻るんか。もうグレイグったら、堅苦しい別れなんてやばよ。旅立ちの挨拶は気楽な方がいいの。さよならなんて言わないわ。だってまた過去で会えるしね。アイナなら大丈夫よ。きっとどんな困難にも打ち勝てるわ。でももしダメな時は、もう一度私たちを頼ってね。そっか、ここまで戻るってことは、え、もしかしたら未来ではもう、シルビアさんのお父さんは踊ってないかもしれないってこと？じゃあ貴重なシーンを見たわけだね。さあアイナ、あなたのおじい様にその顔をよく見せてあげて。アイナよ、立派な顔つきになったの。なーに、ちょっとの間お別れするだけじゃ。わしはお主を信じとるよ。今度こそみんなを救ってくれるとな。なんたってこのわしの自慢の孫じゃからの。ほっほっほ。ほらほら、ベロニカが生き返るかもしれんねえけん。まあそりゃこの時間軸と別の時間軸ならまあ関係ないんかもしれんけどね。アイナ様、私はあなたを守る使命のため、必死にここまで歩いてきました。あなたと一緒に冒険した日々は、私にとってかけがえのない時間。私、絶対に忘れません。だから、アイナ様。だから、また私のこと、探し出してくれますか？もちろん。え、どこまで戻るって、これ。え、タイジが。え、どこまで戻るん？え、出会う前じゃないよね、別に。出会った後よね。さあ、時は満ちました。今こそ過ぎ去りし時へ。お、ここでやっとサブタイトルの回収ってこと？過ぎ去りし時を探してやったよね。違ったっけ？そんな題名やったよね。壊すんすか、時のオーブを。はい、壊したー。剣も壊れたわ。今装備してるの魔王の剣のはずなんやけど。どういうこと？さあ、これで時が巻き戻る。アイナ、アイナ。え、でもここでさ、その時を司るオーブがここにあって、それを壊したってことは、やっぱりこの世界ごと巻き戻るってことよね。アイナ、俺たちはもう一度お前と旅をするからな。ねえ、だってこのオーブがこの世界を司っとんやろ？ってことは、やっぱり同じみんなに会うってことよね。過去の。また会おうぜ。まあ、やとしたらそこまで悲しむことも、まあね、今までの記憶がなくなるわけやけん、悲しいっちゃ悲しいけど、でも悲しいのはこっちだけやろ、きっと。え、どこまで戻るんやろ。え、どこまで戻るん？ちょっとよくわからないんだけど。あ、海底王国は復活してるってことよね。お、海底王国が滅ばない未来っていう風にもできるってことか。なるほど。みんなを救っていきたい。絶対に元気で帰ってきてね、アイナ。グレイグよ、その災いを呼ぶ者を力に。俺は信じるぜ、勇者の奇跡ってやつを。アイナ様、あなたは災いを呼ぶ悪魔の子なのではありません。ちょ、待って、みんな、早い早い。あ、一応この辺も知り合っとるっていうことかな。で、その後、聖地ラムダで、なんかこう、ウルノガを、うち滅ぼしてください、みたいなこと言われた後ってこと？どの時点に戻ってきたんかがちょっとよくわからんけんさ、気になるよね。どここれ。なんか道端で目覚めたけど。まだ平和そう。え、なになになに？怖い。あー、魔王の剣？胎児も無事。この無事であるうちに、
ウルノーガを倒してしまえということかな。時を超えた旅人、過ぎ去りし時を求めて再び世界を救う旅に出た勇者に贈られる称号。誰から贈られるようやろね、この称号。あ、スイッチラムだよ。おお、なんだ、どの時点かな今。まだ綺麗な状態やね。これ長押しでスキップっていうのが出てるっていうのは、一番最初にここを見た時と同じ映像を今見せられたってこと？あら勇者様、仲間の皆さん大聖堂へ向かったはずなのに、なぜこんなところに。仲間と大聖堂へ向かった。勇者様がいなくなって、きっと長老様が心配していますわ。大聖堂の方へ戻ってあげてくださいな。これは時が戻ってここに来たけどさ、もともとここの時間軸にいた私はどうなったん？消滅したってこと？ちょっとよくわからんけど。おや勇者様、なんだか落ち着かない様子だけど、気になることでもあるのかい？え、今はいつだって？いやはや、おかしなことを聞くもんだね。6つのオーブを集め終わったとか言って、みんなで大聖堂に向かったばかりじゃないか。仲間たちは大聖堂にいるんじゃないのかい？あ、じゃあもうあれか。え、みんな、え、どの時点やろ、ちょっと覚えてないや。ちょっとわからん。もうちょっとで崩壊する？え、もうちょっとで世界が崩壊するとこ？え、どこや、わからん。わからんけど、あ、オーブを集め終わった。一番最初のあの仲間たちをこう世界中で集めたところってことか。まだ仲間たちの再会じゃなくって、初めましてっていう状態で集め終わったところってことか。あ、そういうこと。おや、どうされました勇士様。何やら長い夢から覚めたような不思議な顔をしていらっしゃいますな。これから命の大事へ向かわれるんでしょ。ファナール長老や仲間があなた様のことを探しておりましたぞ。なんか不思議な感覚やわ。神語りの里、聖地ラムダへようこそ。私たちはこの地で何年もの間、勇士様の訪れをお待ちしておりました。この里にある建物の中には、古い神話に関わる書物もありますから、どうぞお立ち寄りくださいまし。なるほどね。私は随分前に結婚したのですが、なかなか子宝に恵まれなくて、正直子供は諦めていました。でもつい先日、待望の我が子はやっと生まれてくれたんです。嬉しいな、本当に嬉しい。この辺の下りはあったんかな、前も。マイラ様、何やら禍々しく凶悪な剣を持ちですのね。それにアイラ様自身も前に見た時雰囲気が変わりましたわ。なんだかお強くなられたような。そうよ、思ったけどさ、あれは？何何何、本当に過去に戻ることができたのか、聖地ラムダの様子を探ろう。とりあえず今いろんな人に話を聞いて回りよるけど。夜に星空を眺めていると、一つひときわ明るく輝く赤い星があることを知っていましたか？ん？北極星のこと？違う？あー、勇者の星ね。あ、勇者の星、ここで勇者の星って出てきとったんや。あれこそは勇者の星、古来より私たちが勇士様の象徴として崇め続けてきた聖なる星なのです。あ、なんかこう考えたらあれなんやね。後から聞いたら、あれのことかってなるのが結構あったりするんかな。勇士様の手に宿る聖なる紋章は、命の大事と勇者をつなぐただ一つの絆と言われております。命の大事の中心にたどり着いた時、きっとその紋章があなたに新たな導きを示してくれるはずです。いや、大変なことになったよね。こちらは双剣の姉妹、ベロニカとセーネが育った家です。勇士様がいらしたと知れば、きっとご両親も喜ぶでしょう。あれ、そういえばベロニカとセーネの家とか来たことあったっけ。私今初めて聞いた気がするんやけど。おや、ベロニカとセーネが勇士様のことを探していましたが、どうやら行き違ったようですね。大聖堂で長老様が話をされている最中に勇士様が消えてしまったそうですが、みんなで幻でも見たのでしょうか。あ、やっぱ消えたんや。でもその私は過去の、同じ私ってことよね。じゃなかったら、なんか勝手に存在消したことに。まだ若い勇士様にとっては手に余るかもしれませんが、どうかうちの娘たちをよろしくお願いしますね。え、でも全然同い年ぐらいに見えますけどね、お母さん。まあお父さんはちょっと年齢いっとるように見えるけど。ね、お母さん全然10代でもいけるやろ、あれ。あ、こんなところにもいるのね。あ、消えた。離れても現れない。マジか。消えたわ。あ、いる。いる。さあ、それじゃあ大聖堂の方へ向かいますか。向かいましょうかね。
いやーなんかね、さっきまでも、さっきまでというか、ちょっと前にも大聖堂じゃないわ、聖地ラムダおったけど、いろんなところから黒煙が上がっとったりとかしたけん、超平和やね、今。これまで何度も聖霊の儀式を見てきたけど、新しい命が祝福されるっていうのは、やっぱりいいものだね。大樹の申し子と言われる勇士様、きっとあなたも命の大樹に祝福されて、この世に生まれてきたんでしょうな。あの夫婦の子供のことかな、もしかして。新たな命とは。あっこの宝箱はもう開けている。今まで取った宝箱はもうすでに開けとるっていう風にはなっとんかな。よし、行きますか。みんなからすると手品みたいな感じになるんかな。まあでもルーラ使えるけんね。セニカ様、いよいよ私たちの使命を果たすべき時がやってきました。お、懐かしのベロニカ。ベロニカが生きてるよ。これから集めたオーブを携え、悪を払う力が眠る命の大樹へと、勇者アイナを導きます。大樹は選ばれた者だけが入れる未開の地。その先に何が待ち受けているのか、行ってみないとわかりません。でも、たとえどんな災難が起きたって、私が必ずアイナをこの手に守ってみせます。いや、その結果死んだんじゃちょっとね。アイナは私たちの希望の光。その光がある限り、世界は闇に染まらない。私、そう信じてますから。まあそのおかげで世界は救われたわけやけど。だから無事に使命が果たせるよう、見守っていてくださいね、セニカ様。今度はベロニカが死なない世界に。ああ、アユナじゃない。まさか今の聞いて。っていうかそのごつい剣は何よ。あんた今のでどこ行ってたの？まあね、多分みんなからしたらさっきまで使ってた剣と違くねってなっとるよね。ここで長老様の話を聞いたら急にいなくなっちゃうんだもの。びっくりしちゃったわよ、もう。それは目の前でスーって消えたってことかな。あんた一体どうしたの？そんな泣きそうな顔で見られたらこっちも調子が狂っちゃうじゃない。これから大仕事するってのに肝心のあんたがそんなにどうすんのよ。しっかりしてよね、勇士様。はぁ、相変わらずの。おぉ、みんな。キャー、アイナちゃん、よかった、戻ってきてたろうね。どこにもいなくて心配したんだから。いいね。また出会って、お、ロングの聖女や、久々に。どうしたの、アイナちゃん。さっきからみんなの顔をジロジロ見たりして。おいおい、アイナ。お前、ずいぶんぶっ飛んだ剣持ってるな。そんなの持ってたら、悪魔の子って言われても仕方ねえぜ。まあ、確かに。まあ、いいや。それよりも早く命の大樹に向かおうぜ。俺、もう待ちくたびれちまったよ。死者の森の山頂にある祭壇に、私たちが持つ6つのオーブを捧げれば、命の大樹に行けるということでしたね。命の大樹に行くってことはまたホメロスと戦うってことか。え、あっこで戦ったよね。あっこで戦って、あれ違った、ウルノーガやったっけ。あそこの扉から死者の森へ行けると長老様はおっしゃっていたのは。まずは山頂の祭壇を目指しましょう。さあ、長かった旅もいよいよ終盤じゃ。悪しきウルノーガを倒すためにも、いざ命の大樹へ向かうぞい。もう一回ウルノーガを倒さんといかんっていうのがちょっと憂鬱やけどね。せっかく救ったのに世界。あれ、みんながいない。もう行ったの、祭壇に。なんてこったい。私を置いていくなよ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、これでちゃんと時間が戻っとるっていうことは、まあ外が綺麗っていう時点で、まあ、分かったけど。話の内容からもね。じゃあまたここから始祖の森行って、大樹の木まで行って、まあ、とりあえずは同じことを繰り返すわけよね。で、よりいい方を選んでいく感じかな。